皆さんこんにちは、ラクサスの山口正弘と申します。こちらのブランドヒストリーではラクサスで人気の12ブランドを毎月1つずつ紹介してまいります。今回ご紹介するのはラクサスの絶大なる人気を誇るルイ・ヴィトンです。そのルイ・ヴィトンを皆様にもっと楽しんでいただけるように最新コレクション、ブランドの歴史、人気のバッグを紹介させていただきます。早速ですが最新コレクションの紹介です。皆さんご存知かもですが、メンズとウィメンズそれぞれでショーが行われておりますので、まずは昨年秋に行われたウィメンズのショーを紹介いたします。こちらがパリルーブル美術館で行われたショーに招待されたゲストです。まずはファッショニスタで人気インフルエンサーのエマ・チェンバーレイン、こちらが北京オリンピック金メダリストにしてモデル、そしてスタンフォード大学の学生でもあるアイリーン・グーン、そして日本からは後期など華やかなゲストたちがたくさん訪れていらっしゃいました。ショーではウィメンズのデザイナーニコラ・ゲスケールが新たなシルエットやスタイリングに挑戦しておりました。圧倒的な人気があるにもかかわらず常に新たなクリエーションに挑戦していく姿はショーに集まっていたファッショニスタ以外にも大きな影響を与えていると思います。ショーで発表されるアイテムはそのシーズンの象徴的なアイテムのみで、商品全体の一部ではありますが個性的なアイテムがたくさん紹介しておりました。ちょっとした遊び心やその日の気分でこういったバッグを気軽に使えたらいい夢のようですよね。続いて先月の2023年1月に行われたばかりのメンズのショーですが、ブランドのアンバサダーを務める BTS の J-POP が来ておりました。写真では右側に LVMH グループ会長、そして今世界長者番付1位のベルナール・アルノーさん、左側にはアルノーさんの娘でディオールの CEO デルフィーニさん、華やかなスリーショットですね。こちらはスーパーモデルのカーリー・クロス、そして日本からは3代目 J-Soul Brothers のガンちゃんこと岩田貴則さん、メンズもウィメンズに負けず劣らず華やかなゲストたちが訪れていらっしゃいました。ショーでは子供から大人へと成長するストーリーをベースに、とても趣向を凝らした演出で新作メンズコレクションを発表しておりました。このコレクションでもこのようにたくさんの魅力的なバッグが紹介されておりました。もちろんメンズのバッグもラクサスでたくさん取り扱っておりますので、ここで発表されたバッグたちがいつか皆様のお手元に届く日を楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。ここで少しブランドの創始者ルイ・ヴィトンさんのことを紹介させていただきます。実は2021年は生誕200年ということで、世界中のルイ・ヴィトンの店舗そしてウェブサイトでもお祝いがされていました。ここで突然なのですが、ちょっと想像してみてください。もし皆さんが自分が生まれた200年後、世界中に自分の名前がついたお店があって、そこで誕生日のお祝いをされていたらどんな気持ちになりますか？嬉しいを超えて、なんか映画というか夢というか全く想像もつかない、そんな気持ちですよね。そんな壮大なお祝いの一つとして制作された本があります。それがこちら、ルイ・ヴィトンさん生誕200年記念の本です。中には創業者であるルイ・ヴィトンさんってどんな方だったのという物語や、今でも人気のバッグキーボル、そしてカプシーニの誕生秘話、そしてシャドーフェールという匠の技、職人のこだわりが紹介されておりました。個人的に一番面白かったのはこちらの2枚の写真です。1888年、今から135年前のヴィトン家の写真を真似てルイ・ヴィトンを受け継いだ LVMH グループ会長のベルナール・アルノーさんや職人の皆様、そして一番前には当時の写真と同じように子供が横になって写っている姿が見ていただけると思います。歴史、たくさんの人気バッグ、職人技、こだわり、そして遊び心、本当に魅力いっぱいのブランドです。ここで突然ですがクイズです。ルイ・ヴィトンには明確なコンセプトがありますが、皆さんご存知ですか？日本語では漢字一文字です。旅行カバンから始まったブランドというところがヒントですかね。なんとなくお分かりかもしれませんが、聞いたことあるよ、知ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんが、そう、旅ですね。皆さんも旅をすることがあるかと思いますが、実際にどこかへ旅ということだけではなく、人生の冒険なども含めた旅、英語ではこちらにスピリッツ・オブ・トラベルと表現されております。本当にたくさんの魅力が詰まったルイ・ヴィトンですが、もちろんラクサスでも多くのルイ・ヴィトンのバッグをご用意しております。バッグの詳しい紹介はラクサスのおしゃれスタッフが紹介しておりますので、ぜひこちらの YouTube もご覧ください。ご自分のスタイルやお出かけする場所、その日の気分によってバッグを選べたら幸せですよね。ルイ・ヴィトンの歴史、最新コレクション情報などを駆け足で紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか？世界最大のファッションブランドといっても過言ではないと思います。
こんな素敵なブランドバッグをスマートにお使いいただけるのがラクサスです。おしゃれの楽しさをより多くの方に、そしてサステナブルに広めていきたいという思いで2015年に始めたブランドバッグのシェアリングサービスです。上質な素材と巧みな職人技で作り上げられたブランドバッグをラクサスのリペア職人の手によってメンテナンスすることで、廃棄されるバッグを削減しながら、たくさんのユーザーさんにお使いいただきながら、環境負荷の少ない循環型経済、サーキュラーエコノミーの実現を目指しております。環境にいいこと、おしゃれ、節約、この3つが同時に叶えられるスマートなサービスです。少しだけラクサスの紹介をさせていただきましたが、たくさんのリピートのバッグをご用意しておりますので、ぜひアプリをダウンロードしてお好きなバッグを探してみてください。ブランドの思い、ファッションの魅力、おしゃれの楽しさを伝えていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日もおしゃれをして素敵な一日を。